男子ごはん京都チューライフをご覧の皆さん、こんばんは、ゆうじです。今回はですね、無水ごま油鍋やっていきたいと思います。これはですね、ツイッターでちょっとバズってたおつまみレシピということで、お酒のお供に作っていきたいと思います。はい、じゃあ用意していただくものなんですけど、豚バラ肉を 200g ぐらいですね。で、キャベツを4分の1かけ、鶏ガラスープの素を小さじ1、そしてごま油を大さじ3ですね。で、ニンニクを1かけで、これですね、このちっちゃいの。あ、で、これはまあ薬味としてちょっと上に散らすかなと思って用意しました。で、この中に入れていきます。ニンニクをスライスしたらいい書いてあったんで、スライスしていきます。ちなみにニンニクって剥くときは濡らしながら剥くと、こうやってスムーズに早く剥けるんですよ。豆知識です。で、これをどう切ろうかな、でかすぎて。で、あとはざく切りに適当に切ります。まあ、こんな感じじゃないですかね。はい、じゃあ温まったんで、ごま油大さじ3入れていきます。1回2回3回、すごい香りがめちゃくちゃいいね。で、ここにさっきスライスしたニンニクを入れて、ちょっと香りを、 OK、 油にニンニクの香りがついたと思うので揚げていきます。次はキャベツを入れていきます。薄いっていうのはキャベツから水分が出るってことなんですかね。次は鶏ガラを小さじ1ですね、入れていきます。みんな大好き、お肉、近くのスーパーで流れてる歌でした。飲もうかな、多分。そう、蓋して置いておきましょうか。じゃあこの間にネギを切っていきます。久しぶりに食べるな、九条ネギ。付け合わせで唐辛子も出せようかなと思います。はい、唐辛子を触った手で目とか擦るとめっちゃ痛くなるんで危ないですよね。そろそろいいですかね。ちょっと開けてみてみます。あ、すごい、無水やったのにこんなにも水分が。あ、できたできた、これできたんじゃないですか、さすがに。おいしそう。 OK、 すっきり刻んだ。おお、はい、これで最後ごまを振ったらめっちゃ濃くなるでしょう、多分。はい、じゃあ早速お酒と一緒に食べていきたいと思います。乾杯。食べます。いただきます。すごい、めちゃくちゃ美味しそうですよ。香りがここまでずっとする。うん、確かにビールに合いますけど、僕もうちょっと濃い味付けでもいいかもしれないですね。これはもう大体かけたら何でも美味しくなるっていう最強の醤油です。これかけると多分間違いない味になると思うな。飲もうかな。いただきます。わっ、これだわ。最後にだし醤油を回しかけるというのを追加してください。これで格段と旨味が引き立ちますね。めっちゃ美味しくなりました。さっきまでちょっと物足りんなって感じはあったんですよね。美味しかったんですけど、個人的にはだし醤油かけたら最強になりましたね。よかったら参考にして作ってみてください。皆さん、これです。これを最後にかけてください。じゃあそんな感じで今回の動画は終わりたいと思います。またではないね。もしよかったらチャンネル登録、高評価、よかったらコメントください。以上、男子ごはん京都チルライフのゆうじでした。ありがとうございました。